はガーーーープロバスケットトボール選手のトーレマーリーは弟テキサス・クリスチャン大学卒業後の2006年、富山グラウジーズに入団。チーム最多の1370分出場して734得点を記録。シーズン終了後に退団。コアモやアトメロームを経て、2008年8月に大阪へベッサと契約を結んだ。 2008から09シーズンはアシストでリーグ2位、スティールでリーグ3位。2009年7月大阪エベッサと契約延長の合意を果たした。2009から10シーズンはアシスト3位を記録するなどリーグ準優勝に貢献。2010年ライジング福岡に移籍。2011年新潟アルビレックス BB に移籍。この年、 ポイントガードからフォワードまでこなし、新潟のエースとして活躍した。2012年6月、新潟アルビレックス BB と契約延長を果たした。ディフェンス能力に優れており、彼のディフェンスでの活躍が、2012から2013シーズンの新潟アルビレックス BB の好成績につながった。BJ リーグ2013から14シーズン、11月は、 月間1試合平均32.7分出場し、中級得点、4点にアシストを記録して、チームの躍進に貢献したことが評価され、月間 MVP を初受賞した。同シーズン終了後に退団。BJ リーグ2014から15シーズンは浜松、東三河フェニックスと契約。BJ リーグ制覇に貢献して、プレイオフ MVP を受賞した。 BJ リーグ2015から16シーズンは、青森ワッツと契約。ありがとうございます。